今年はいいですね。去年からしたらもう120点って感じですよ。暮らす物語が続く暮らし。呉市安浦町で牡蠣養殖を営む金田裕二さん。金田さんがこだわるのは昔ながらの養殖法。これ杭打ち式養殖って言います。厳密に言うと簡易垂下式養殖って言います。竹を地面に打ち込んで棚状のものを作ってそこに牡蠣をぶら下げてるんで、当然この看板の影響を受けて空気中に露出する時間帯があるっていうことですね。空気中に露出している時間帯は捕食することができないので、その分の栄養価を水に浸かっている時に取り込んで出さないように溜め込もうとするんですね。外気にも触れるんで環境的にも厳しいので、それに適応していくためにも栄養価を身の中に溜め込んでおこうっていう働きを持ってます。なので、普通のイカダで養殖した牡蠣と栄養価を比較した時にグリコーゲンっていう体力に当たる成分があるんですけど、その成分は2倍違います。美味しさも全然違いますね。ちょっとやっぱクリーミーな感じ、密度がすごい筋肉質さっていうか、こう細胞が詰まってるような感触。まあとにかく牡蠣のクオリティの高いものは作っていきたいって思ってるので、一番重要なのは、自然界のマガキっていうのも岸壁に付着して生息しているので、その生息環境を真似てるっていうところが一番大きいところなんだと思うんですけど、手間でもやっぱり自然の姿に習うっていうことが、そういう解釈を美味しさとともにですね、お客さんに感じてもらえたら意味があるのかなと思ってます。 I want you to want me forever。 次回は海を思う物語。